レンタルキャまず舐めさせるで前後は5本で5本で終わったらこれを若い子なら3日で言うのが一週間ぐらいこれができたらここはただ舐めさせるんじゃなくてラッドコントロールだって顔重くなるゴシゴシだったらね、要はこの準備したら猫が寄ってきてくれると思ったんですよ、うん、準備して抜けてこうブッとレンタルケアできない、うん、もうよいしょで前がね、1秒か2秒くらいだからまあ、軽く乗って軽く前がまた1周そしたら今度は奥歯いいし奥歯は左か右かここで初めてさ、たぶん2秒に6秒ぐらいできますから、うん、ここから倍にしていくんですね。とりあえず今30秒ぐらい。しんどすぎる。それも、あの、外側の表面だけ、最初に。30秒以上、できるようになったら歯ブラシを、人間用の歯ブラシに変えてほしいんですよ。なってるやつ、長いのがすごい。で、それで、あの、ただこうやって歯茎がこうありますよね。ここに歯周ポロ、あと歯ぐらいの歯周ポロって言うんですよね。歯周ポロ。で、その中に悪玉菌が増えやすいんですよ、歯周ポロ。この悪玉菌っていうのは空気嫌いな。だから、歯ブラシがこう歯周ポケットに入っていくと、あの、ブラシの先が空気を送り込むから、この悪玉菌が弱い。そうすると歯周病になる。ということですね。だから、まずは、あの外側の表面。それができたら歯周病。外側。それができたら内側。の表面。歯周病。そう、そこまで行こうと思ったら多分2分ぐらいかかるんですけど、でも、最初からそんなに問題が出ないで、とにかく歯ブラシの準備したら、猫ちゃんが出てくるし。そうそうそう、そのない時間を作ってもらうと、これがやりやすい。ない時間を作ってもらうと、最初出せば流せしてくる。その時に、だから、ちょっとつながってくるんですよね、全然。やるとか。で、食事は最高のトレーニングチャンスだからね。だから、ただ置いてくれちゃもったいないんで、反応できるんですよ。受け止めて、トレーニング。そうすると、今、結構やってない人多いんですよ、デンタルケア。難しいで、やり方が分かんない人多いから、こんないきなりやったら絶対できないですから、だからまずは、あの、さっきのこれやってください、ここまで。ここまでできるようになったら、歯ブラシと歯磨き出しますので、はい、あの、やっていきます。今日は出しません。はい、じゃあ、終わりましょうか。すごい抜けましたね。